間に、などが確認されていません。ただ、一般にカブリダニは殺虫剤に弱いなどの理由で、普通のリンゴの圃場では生息数が少なく、生育環境を改善してその利活用をする必要があります。そこで過去の、農水省プロジェクト研究においては、天敵に優しい選択性農薬の散布と、天敵を保護した駆除槽で管理したリンゴ圃場では、土着カブリダニが増加し、波肌にの発生が抑制されることを確認しています。土着カブリダニは下草にも生息しています。特に大箱などの紅葉の下は、温室の安定した天敵の生育環境を形成するほか、紫外線や農薬からの隠れ家として機能する可能性があります。